はい、皆さんこんにちは、ベンマックスでございます。今日はですね、G-SHOCKの、GW5000 1JF っていうモデルを紹介したいと思います。これいつぐらいに出たんだろう。まあ普通の定番の G-SHOCK なんですけれども、メーカー小売機希望価格は3万8000プラス税ということで、まあ四角い G-SHOCK にしちゃ珍しくお高い時計ですね。これですね、ソーラーと電波が搭載されておりまして、そう、見た感じはちょっと地味ですよね。ここに、レシーブ、RCVD って書いてあるんですけれども、これが、電波を拾ったという証拠ですね。で、この下に PS って、これパワーセーブ機能で、動いてます。それでですね、非常にウレタンが柔らかくですね、柔らかくてですね、昔のですね G-SHOCK っていう感じがします。懐かしいなーっていう感じですね。最近のはちょっと硬めのが多くてなんですけれども、非常にふにゃふにゃと柔らかくて、昔の本当に四角型の G-SHOCK って感じですね。機能はですね、まあこの時間とですね、日にち曜日ですね。で、これがスタンダードのところで、これがあれですね、世界の時刻を 見る、モードですね。ニューヨーク、まあ午前1時37分ということでしょうかね。で、次にアラームがありまして、アラームも1234スヌーズで、こんだけねアラームがあればね、やっぱり十分ですよね。やっぱり最近の G-SHOCK はいいなっていう感じです。その次はストップウォッチですね。100分の1秒計測のストップウォッチですね。リセットはここかな。ここですね。で、これが、タイマー、逆算タイマーかな。これ任意の、時間指定して、時間を測るんだと思います。こうやると24時間になっちゃうんだっていう感じですね。で、これもまた、元の表示に戻るという感じですね。ここは、まあ白というよりも、なんだろうな、薄い白ですね。ここも薄い白で、全体的にちょっと黒っぽく、感じますね。昔はもうもっとカラフルだったんですけれども、結構落ち着いてますので、なんか雰囲気的に落ち着いてるので、スーツとかにもね、使えそうで、結構いい感じですね。ちょっとこれ外してみます。手にもつけてみましょうか。腕につくか。僕ね、結構腕太くてね、あんまり3つぐらいのところしか入らないんですよ。ちょっとね、剣道やってまして、こんな感じ。あん
僕の手にはちょっとかなり小さいですけど、こんな感じですね。すごくいいですね。でこの尾状は銀色ですね。銀色で、有感は、ウレタンですね。でこれ裏蓋なんですけど、ちょっとまだシール剥がしてないんでなんか汚らしく見えるんですけど、ちょっと、ステンレスのですね、ちょっと黒っぽいような、なんていうんですか、光沢ありの、ステンレスの裏側ですね、鏡面仕上げになってますでね、やっぱりいいのはこのあれですね、メイドインジャパン、もう安心のメイドインジャパンですよ。でムーブメントが3159が入ってます。 TW5000 って入ってますね。ウォーターレジストは20気圧と、そういうことですね。こんな感じのフェイスです。まあね、ちょっとお高いですけども、ものはしっかりしてるものだと思いますし、一応定番なんで部品のストックも多分あると思いますんで、気になった方はちょっと買ってみるかな、買ってみるといいと思います。ここにねタフソーラーともありますしね、マルチバンド6って書いて、はい、ボタンも銀色で非常にシンプルで飽きのこないデザインだと思います。今日は、この GW5000HJF ですねの、紹介でした。それではまたよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンを押していただければ、やる気が出ます。よろしくお願いいたします。それでは失礼します。